微空化乳霊による酸素投与単純なフェイスマスクによる酸素投与インスピロンネブライザーによる高化質酸素投与 ER 患者に装着されているプラスチック製の酸素マスク酸素吸入とは空気よりも高濃度の酸素を人為的に吸入することである医療や健康増進などの目的で行われる酸素療法は 低酸素血症の治療及び予防を目的に、動脈血酸素運搬能を高め、組織の低酸素状態を改善させるために行う。そのため、呼吸不全だけでなく、貧血、心筋梗塞などの循環不全や外傷、肺血症など、組織代謝が更新した状態でも、適用となる。酸素療法の適用は、室内機にて、パオに60通る。 サオニ90%、あるいは、パオニ及び、あるいは、サオニが特別な臨床的状況に関して好ましい範囲を下回った状態低酸素血症が疑われる状態重症外症急性心筋梗塞短期間の治療酸素療法の第一の目的は、吸入酸素濃度を増加させて、動脈血酸素分圧を正常に保ち、組織に十分な酸素を供給することである。 また、肺胞酸素分圧が70水銀中ミリメートル以下になると低酸素性肺血管連縮を起こし肺高血圧症の原因となることからこれを防ぐことも目的の一つである。酸素供給装置は患者の吸気流量と酸素供給流量の関連から低流量と高流量に分けられる。低流量のものは 経済的で侵襲度が低い一般的な酸素供給方法である。一方交流量のものは、酸素供給流量を患者吸気流量より高く、設定するので大気の混入がなく、患者の換気状態が変化しても設定した、フェオニを維持できる。吸入器具としては、微空化乳霊、単純なフェースマスク、リザーバー付きのフェースマスクの3種が多用される。 それぞれの器具を使用した場合の吸入酸素濃度は、可表の通りである。さらに交流量の酸素を供給する場合は、交流量ビカニュラ、ベンチュリ、マスクやインスピロンネブライザーを用いる。交流量ビカニュラでは、吸入器を過温加湿することにより、ビカニュラから90%を超える高いフェオニの維持が可能であり、さらにある程度にぎにフェオニを設定することができる。 ベンチュリ、マスクには、設定酸素濃度ごとにカラーコードされた、ダイリューターが付いていて、フェオに24から50%で設定できる。インスピロンネブライザーは、滅菌水ボトルで加湿した、高加湿酸素を、供給可能で、酸素濃度はダイヤルで調整する。診療報酬上、医療機関での酸素吸入は、処置に、区分けされている。 蒸気の適用には挙げられていないが、減圧症及び動脈空気側線に対しても酸素投与が有効であるとされている。これらの障害に対して最終的には高圧酸素療法が適用されるが、オンサイトでの大気圧酸素呼吸は適切な応急処置として推奨されている。これは下記の根拠によるものとされている。 末梢組織に過飽和状態で溶け込んだ窒素が末梢血管内でバブルを形成するには減圧終了後30分から1時間を要するとされ末梢組織を障害しているバブルは次第に大きくなっていく100%の酸素を呼吸すると数分で肺の中の空気は全酸素に置き換えられ30分以内に動脈血の窒素はオキシジェンウィンドウ理論により 酸素に置き換えられる。なお、高圧酸素療法においては、気泡の全圧も上昇して、圧勾配がさらに大きくなることから、より効果的となる。この結果、抹消組織の過剰な窒素は、毛細管壁を通って、常脈血側に追い出され、気泡の増大を阻止するとともに、すでにできてしまったバブルも酸素に置き換えられ、バブルを縮小する。バブルは、 末梢の血流を阻害しているが、それには白血球やリンパ球が関与した、赤血球凝集が原因となる。酸素分圧が高い状態では、赤血球凝集を阻止できる。オンサイトでのんぼう実施は、すでに欧米では実績を上げている。例えば、ダニヨーロッパで行われた研究では、んぼう肘施群では、再圧治療開始までに症状が寛解ないし、 消滅したのは3.7%に過ぎなかったのに、対し、んぼ実施群では60.8%に達している。しかし、日本においては、オンサイトでんを実施し得る資格を有するダイバーがあまりに少ないと指摘されている。オンサイトんぼにおいては、病室での酸素投与とは異なり、酸素の供給源に限りがあることから、デマンド式の機材が使用されることが多い。 また、高圧酸素療法が可能になるまでの応急処置としての性格が強いことから、極力高濃度の酸素投与が推奨されることも特徴である。ただし、酸素による肺障害のリスクを考慮して、ダンのガイドラインは、んぼが6時間を超えないように求めている。また、オンサイトンボーでは、 ホラーナ潜水など環境圧が高い状況での酸素投与も想定されるため、中枢神経系における酸素中毒にも留意すべきである。呼吸器疾患などの患者は、長期的に高濃度の酸素を吸入しなければいけないため、医師の処方指導の元自宅で日常生活をしながら、酸素を吸入する在宅酸素療法が行われている。 これには短期間の医療機関の入院を行い、動脈血液の酸素ガス濃度を測りながら、酸素流量を調節し、使用酸素濃度を調節するなど、厳密な管理が必要である。また、外出中でも携帯装置で酸素を吸入することも、できる。自宅、携帯用の酸素を出す装置には、以下のものがある。いずれの容器、装置を使用する場合でも、下記現金である。 しかし、タバコや、カトリ線香、石油ストーブや電気ストーブ等による、火災事故が後を絶たない。酸素吸入に関して警戒すべき副作用としては、未熟児においては未熟児網膜症による、失明、慢性呼吸不全患者においては、炭酸、ガスナルコーシスによる、自発呼吸の停止及び意識障害がある。また、高濃度酸素の長時間吸入による、 酸素中毒症や吸収性無気肺なども発生し得る。他、活性酸素を増やすため、場合によっては、弊害もあるとの説もある。そのため、医療機関では厳密な酸素濃度管理を行い過度の、血中酸素ガス濃度にならないよう管理している。オキシジェンウィンドウとは、組織での酸素消費によって、肺胞どう。 静脈血の全圧の間に格差が生じることを指したもので、これは呼吸する。酸素分圧に比例して増大することから、酸素吸入によって、はい、組織間のオキシジェンウィンドウが増大すると、気泡と組織の間の圧勾配が大きくなり、気体の拡散が促進されて気泡は縮小することになる。ありがとうございます。